使いの、川崎店長、その店長の100万円カスタムしてみたと。ユーロボンネットですね。これも GR8 の商品ですね。ここで止められるので、すごくなんていうんですかね、結構存在感がございますね。はい、ね、この 2.5 インチっていう車高の高さっていうのはどうなんですか、乗りやすいんですか？短いものをつけることによって本来のスタビライザーの運動機能を。こんにちは、GR8 のギタンです。こんにちは。じゃあ前回ですね、はい、大府店、はい、ね、店長車両見ていただいたと思うんですけど、はい、ラストですよ。うん、ラスト、GR8 春日井店、はい、本店ですよね。本店ね、もう GR8 が始まったきっかけでもある本店の店長。そうですね。ね、川崎店長です。川崎店長。ね。はい、別に毎回年齢増えてますけどね、うん、一応川崎店長30代です。はい、ね、コメントがしづらいですね。でもなんか僕の中で川崎店長のイメージって、はいはい、なんかちょっと車庫単気味が好きなのかなとか。そうなんですよね。車庫単気味、車庫単の車好きですね。実際自分の車もね、彼自体に車が結構好きなんで、そうですね。車庫単にしてますからね。なので、はい、その中でこだわりのハイエースが。そうですね。どういったこだわりを出したのか、はい、見ていきましょう。はい、お願いします。はい、最後の店舗になります。最後の店舗はですね、GR8 春日井店本社でございますね。本社の川崎店長、ね、川崎店長でございます。はい、川崎店長、よろしくお願いします。お願いします。川崎です。ね、川崎店長、昨日は日サロに行ったそうなんですけど。はい、サロに行きました、ね。すごく黒いですね。黒さが一番いいと思ってるんで。はい。はい。黒いが勝つみたいな。はい、そうです。ね、はい、そして蛍光イエローな靴。ね。ね、車もカスタムするし、自分もカスタムするんですね。春日井の、川崎店長、その店長の100万円カスタムしてみたという車両をご紹介していただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずね、ベース車両、こちらは何になりますか？はい。ハイエース版の標準ボディのダークプライム2になります。はい。で、これ、ガソリンですね。今回ガソリンの車両で作りました。他の店舗はディーゼルだったりとか、ディーゼルの4駆ですよね。はい、春日井はガソリン車でございますね。はい、はい、今回のですね、カスタムのテーマ、一言で言うと何でしょうか？一言で言うと、はい、難しいです。一言で言うと、まあ低くかっこよくですね。はい、はい、外装重視で低くかっこよくね、いじっております。じゃあカスタムポイント、フロントから順番に説明してください。お願いします。はい、まずですね、はい、新しく出ましたフロントスポイラー。スポイラー。GR8 のフロントスポイラーバージョン3がついておりますね。これは ABS 製ですよね。ABS ですね。割れづらいと。割れづらいですね。言われてるね。ABS 商品でございますね。はい。とあとはですね、ユーロボンネットですね。これも GR8 の商品ですね。ね。弊社のユーロボンネット。ユーロボンネットはね、不動の人気でございますよね。はい。あとはユーロボンネットに合わせてワイパーカウルですね。ワイパーカウル。ちょっとちっちゃいんですけども、はい。このぐらいが一番いいかなっていう感じがあります。あとは、フロントルーフスポイラー。これ意外に皆さんちょっと知らないんですけども、すごく実用的のある商品になります。ハイエース、うん、雨の時にすごく天井から水がドワーッと落ちてくると思うんですけども、はい、ここで止められるので、すごくなんていうんですかね、雨が避けるよみたいな。わかります？そういうことね。はい、雨がもうフロントから来ずに横から流れてくれると。はい、そういう効果があるんですね。はい、はい、でしかも塗り分けされてますね、これね。ここの先っちょの部分だけ塗り分けをされてますね。はい。ヘッドライトはバレンティーさんの、うん、4型純正ルックのインナーブラックのヘッドライトになりますね。このフェイスの白と黒のツートン感が出てますね。はい、特にその今のルーフスポイラー、フロントルーフスポイラー、はい、ね、意外とねちっちゃいパーツですけどね、遠目で見ると結構存在感がございますね。はい、はい、ね、ガッツミラーも同色にね塗ってるんですね。ちょっと一体感が出るようにね、ボディと同色で塗りました。はい、はい、続きましてサイドいきますね。ホイールはブアンさんの KB レーシングになりますね。インチ数なんでしょうか？18インチです。18インチ、はいね、18インチのお色はハイパーブラックですね。はい、ハイパーブラックね、かっこいいですね。はい、で中についてるのは GR8 のキャリパーカバーですね。ね、キャリパーカバーでございます。続きましてサイドステップですね。こちらも GR8 の ABS 製のやつなので、割れに強くフィッティングがすごくいい商品になります。カメラが向くとさ、店長ってさ全然喋らんね。もう日頃めちゃくちゃ本当に喋ってるくせにカメラ向くとなりますなりますなります。あとね、18インチだからね、タイヤとホイール18インチだから、ちゃんとね、これ SX さんのリーガルフェンダー使ってね、ちゃんとインに入るように、はい、車検対応でねいけるような構造になっておりますね。もちろんこれ車検対応ですよね。そうです、車検対応ですね。車検対応で低くかっこよくでしたっけ。はい、低くかっこよくね、見せることができます。黒くね、はい、黒く乗れるようなね感じで作っておりますね。はい、ちなみにその低くと言いましたけどもね、ローダウン量どれぐらいになるんでしょうか。2.5 インチになります今回。2.5 インチ、はい、ね、2.5 インチね、この 2.5 インチっていう車高の高さっていうのはどうなんですか。乗りやすいんですか。乗りやすさもありますけども、はい、やっぱり弊害もいろいろ出てくるので、はい、足回りをブロックだけでなく他の部品も変える必要がやっぱ出てきますね。そしてこの車両は変えてあります。もちろんそこね、はい、ここパンパンパンって声もなります。この何を変えてるかっていうのはちょっとこの状態だと見えづらいので、後ほどねピットでリフトに上げた上でね、はい、それをプラスアルファ説明していこうかなと思ってますね。わかりました。足回りもね後半でご説明しようと思ってます。ね、あとねルーフスポイラーね、これ GR8 のルーフスポイラーですね。はい、はい、ついております。でマフラーカッターね、そちらもついてますね。はい。あとテールは。バレンティさんの商品になりますね。バレンティさんの商品ね。はい。これ流れるタイプのね。そうです。ウィンカーミラーと。はい。はい。ついてますね。はい。あとはリアライナーもついておりますね。こちらも ABS 製になります。ね、リアライナーもついてね。はい。外装バッチリですね。外装バッチリです。今回の車両っていうのは内装はほとんど触ってないんですよね。そうです。はい。ね、内装ね、一応内装も一応見ましょう。ね、内装はね、内装はもうほとんどノーマルです。ね、車両はダークプライムなので、まあノーマルに見えないほど。ね、パネルだったりとかついてるんでかっこよくなってるんですけども、これはノーマルです。で、ナビゲーションだけ装備してると。そういうタイプですね。はい、そうです。はい。後ろもね、リアもね、ノーマルでございます。はい。はい、ではですね、ピット。ね、ピットに移ってですね、先ほどのね、ハイエース、リフトに今上げております。ね、この、車両はですね、低いながらも、足回りを触ることによって、ローダウンした時の不快感だったりとか、乗り心地の悪さを改善するような、カスタマイズを施工してるんですよね。はい、そうです。はい。どういった部分を施工してて、どういう役割があるか、ね、説明をしてもらおうと思います。まずね、GR8 ではね、基本的にはね、ローダウンのパーツっていうのは、玄武さんの、ブロックだったりとか、玄武さんのパーツをですね、メインで使っております。それなんで今回も玄武で揃えてるんですよね。はい、そうです。全部玄武ですね。はい、じゃあお願いします。はい。まずね、ブロック。ね、はい、ブロック。まあこれがね、今回 2.5 インチのね、もうこれ玄武さんって書いてますけど、2.5 インチの玄武さんのブロックがついております。ね、これをつけることによって、ローダウンされるという、ね、ハイエースならではの構造になってますね。で、あと、ショック。ね、これも玄武さんの HKS さんとのコラボの、はい、ショックですね。はい。はい。どういった役割があるんでしょうか、ショックをつけることによって。はい。まずこちらのショックなんですけども、前兆式となっておりまして、本来、ローダウンすると、純正のショックだとちょっと長すぎるんですよね。なので前兆式でこれで、まあ、ネジになってるんですけども、これ長さを調整してます。で、まあ、減衰力も調整できるので、積載量とか、まあ、その車両の状態によってちょっとショックの硬さを変えますよっていう形になりますね。次は東証バーですね。ね、東証バーね、東証バーついております。はい、はい、東証バーも純正の東証バーよりも太い東証バーになってますので、まあネジが強くなってますので、足回りのふらつき等が軽減される形ですね。ね、ハイエースはね、フロントの部分っていうのはね、トーションバーを、ね、触ることによってね、ここでね触ることによってローダウンっていう車高の調整をできますと。で、そこの部分の、トーションバーっていうものを交換しております。はい、飛んでいきましょう。続きましてはスタビリンクですね。ね、スタビリンクね、見づらいですけどね、ここですね、スタビリンクですね。まあこれもローダウンすることによってスタビライザーの位置が変わっちゃうので、それをショート、これ今スタビリンクの長さが短くなってるんですけども、この短いものをつけることによって本来のスタビライザーの運動機能を発揮するっていう形ですね。そうですね。で、ここにね、市川さん、このスタビライザーというのがね、これここついてるんですね、ここに。スタビリンクの上に。ね。ローダウンすることによって、これがしっかり機能しなくなるものを、ここを短くすることによって、しっかりとスタビライザーを機能させると。それによって、これも車両のふらつきだったりとかね、はい、そういった部分、ロールの部分ですね。ハンドルの操作性をアップさせるという部分ですよね。はい、そうです。はい。そういう部分の機能を出しますね。はい。弊社ではですね、中古車であったり新車、もちろん弊社が販売してないお車でも持ち込みにてローダウン、足回りのカスタマーは できますので、ぜひ足回りのことで何かあれば相談いただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、春日井店、川崎店長のですね、カスタマイズをした車両でございました。ね、店長、この車両はどんな方に乗ってほしいでしょうか？今からハイエースを乗るファミリーさんに乗ってほしいです。ね、はい。もちろんね、こんだけカスタマイズしてるんでね、車が好きな方、ね、カスタム好きな人に乗ってほしいと思いませんか？そうです、思います。この車両は GR8 春日井店に展示しております。ぜひともね、車両気になった方は詳細欄より、クリックしてください。はい、じゃあね、1、はい、ね、3店舗、ね、新車のカスタマイズ、各店舗、店長にやってもらいましたけど、はい、ね、市川さんどうでしたか？そうですね、やっぱりその店舗ごとにすごいいろんな個性が出ますね。ね、そのやっぱり年代とか、どんだけハイエースに携わっているかとか、そういういろんな要素でいろんなハイエースがね、各店長ごとに見れたのですごい面白い企画でしたね。ね、面白かったですね。で、こうやって撮ってる間にね、実はね、もう1台売れてましたね。そうですね。ね、売れてましたね。販売されましたね。販売決まってました。はい、ね、もう今後ともね、こういったね、新車コンプリートの、店長なのか、ね、誰かなのかわかんないですけど、ね、カスタムした、プロデュースした車両っていうのをね、どんどん作ってね、こうやって YouTube で配信していきたいですよね。ね、こういう風にぎじったらこういう風になるんだよとか、こういう利便性あるんだよとか、そういうのをね、動画で伝えていけたらいいかなと思ってます。そういうのもね、楽しんでいきましょう。はい。ね。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録一緒によ。はい。チャンネル登録、高評価。ちょっともう一回いいですか？チャンネル登録、高評価。ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。